はい、エイジングサポートの李久です8月4日まあ、次回のエイジングサポートライブの告知をさせていただきますやっと佐藤信彦さんリベンジ登壇になります佐藤信彦さん多くの方がご存知だと思うんですねこう医療在宅医療あるいはその周辺で働いていらっしゃる介護の方々にとっては非常に憧れであり有名な佐藤信彦さんなんですが知らない方もいらっしゃると思います ちょっと簡単にご説明をすると富山県砺波市で訪問診療のクリニック物語診療所をあの物語診療所のえ物語診療所のドクターですね訪問をされている、まあ、日本の中における訪問診療の、まあ、モデルみたいな方ですよねも,もちろん歴史はもっともっと前に遡れば有名な方立派な方がたくさんいらっしゃるんですが 今のこの介護保険ができてから特に私にとって介護から見たこの医療との関係性っていうと佐藤信彦さんがスタートでした私が老人ホームの施設長の時にまずは声をかけていただいて一緒にセミナーをやりませんか私も東京で伝えたいことがある小川さんもぜひ私と一緒にですね世の中にいろんな発信をしていきましょうというふうに声をかけていただいたのが佐藤信彦さんドクターですね 非常にありがたかったし、その時に聞いたこの物語ナラティブっていう考え方、非常に感動して共感をしました。で、そ,その後に一緒に活動をしたりしながらですね。私も佐藤のび子さんの訪問診療に同席まあ、ついてってですね。自宅に入ってどういう診療をしたり、どういう会話をするのかっていうのを見せていただいたりしたこともあります。あ、こういうドクターっていいな。こういう人たちがいれば。 地域の方々は長く生きていける長く安心して生きていけるというふうに思ったそういう思い出があります最近コロナでお会いすることがなかなか少なくなりましたが今は富山県砺波市に物語の町を作ってですねらなるこの,自らの実践の場を作りました残念ながらみんなが行ってですねお祝いをしたり見学会をする状況にありませんが その内容、その考え方、その進化をですね、エイジングサポートライブで語っていただきます。8月4日21時、佐藤信彦ドクター、やっと登壇、ぜひ皆さん、ご一緒に佐藤信彦さんの物語の進化を聞いて、一緒にこれからの日本を考えていきたいというふうに思います。ご参加、たくさんのコメントをお待ちしております。